で、先ほど申しましたこれは土佐湊で、この辺に土佐の集落があって、この辺に安藤氏の館があったと考えられてますね。うん、また、今日の一つのテーマは、津軽安藤氏でありまして、まあ、津軽安藤氏言ったら、やっぱりこの、これに、これですよね。ナイス、ナイス。いや、大切な資料ですよ。まあ、ある意味、ある意味で。それから、まあ、津軽安藤氏に関して言うと、いろんな見方がされてます。まあ、現在で言うならば、例えば、鎌倉時代の蝦夷管領、あるいは蝦夷の里、ものによっては蝦夷の里と書いてある漢方もあって、なんで唐と田なのかなと思ったら、この田を崩した板字のこうやつを唐と呼んどったってことがよく分かりました、うん、現物見たら、そういうことがよと、だからこれは田です。蝦夷の里と書いてるもんは崩し字が読めてませんということで、まあこれ鎌倉時代の話で、それから上村秀明さんという運動家に近いのかな、カール・ポランニーの理論を応用して、この交易港貿易という形で、その交易港の管理者としての安藤氏ということを言ってます。まあ、要するに中立権力としての安藤氏と。まあ、その頃、ちょうど90年代前半ですから、まあ、そういうものが流行ってた時代ですよね。90年代には、この日の本将軍というふうに、日の本将軍安藤氏論というのは随分流行った。まあ、この安藤のこれとこれの書き分けというのは、まあ、微妙なところがありまして、おおむね中世後半はこう書いて、中世前半こう書くことが多いと言われてますけども、まあ、いつからこうなっていくのかというのはちょっと微妙なところです。ここで日の本将軍というのは、まあ、そういうふうに自称していたと思うんですけども、まあ、これが鎮守府将軍の別称であるとか、いやいや、これは東の方のどうたらこうたらとか、まあ、そういういろんな意見があって、まあ、一概にこの議論についても、まあ、いろんなことが言われていると。それから、まあ、これは海保峰夫さんの議論なんですけども、蝦夷の方である。そういうふうな見方もされています。まあ、これ、安藤氏が、特に近世以降、安藤氏は、長常彦の子孫、これをまあ自称するんで、うん、自らを蝦夷系譜に位置づけてると。まあ、秋田市方面は基本的に長常彦から始まって、特に松前藩家老式の下国氏にしても、安藤氏にしても、まあ基本的にかなり蝦夷認識を強く持ってるということで、こういうこと言ってるんですけども、京都府知州としての安藤氏論、御内書とかに名前が出てきてるということで、まあ結構取り上げられてます。安藤氏の系譜なんですが、まあこの辺ちょっとよくわからないんですが、とりあえずこの2人が同族であって、この2人が鎌倉時代には争ってると。で、まあこちらが負けて、こちらが勝ってると。で、その後、いろんなケースもこれもものすごくバラバラなんですけども、この辺以降割合はっきりしてくると。で、これはちょっとわからないんですが、このスタッセイさんはちょっとわからないんですが、まあ、森末、安末、義末に関してはかなり確実だと。で、まあ、この兄弟に関してもちょっと微妙にわからないところがあって、この人の場合、多くのケースではこんなふうに書かれますけどね。こう書いて、可能性と読むというふうに、やるんですけど、まあ、どう考えても人名にこれってちょっとおかしいだろうというんで、こういうふうに読むんじゃないかと言われて、まあ、考えてみたら崩し字ってこれもこれもよく似てるわなということで、まあ、私は最近では門末じゃないかなと考えてます。この家がいわゆる港氏、港安藤氏、秋田に勢力を張る港安藤氏、須崎ですね。この安藤地下水によって合併させられますが、うん、子孫は佐竹の家中になったり、三原秋田氏の家中になったりしてますね。まあ、これが港で、こちらが下国で、これが後ろ方なんですけども、正末の時にこの滅びた、義末の代わりに、下国を名乗って、この子孫が三原藩主秋田氏になっていく。まあ、ここから戦国大名の安藤地下水も出てで、こちらが家政の子孫は別に勢力を張って、まあ、松前藩からの下国になっていく、下国になっていくと。こう言って、その室町幕府の頃はどの代のあたりなんですか？基本的にはこの辺ですよね。満載十五二期に出てくるのも、それから御内書出てくるのもこの辺なんですが、まあこれに関してはこっち説とこっち説があって、私はこっち説なんですが、こっちは言う人もおって、これは結局神羅の記録と、それから秋田氏の系図のどちらを信じるのかって話ですね。で、なぜか北方氏ではとりあえず神羅の記録を信じないといけないという、そういう
確固たる、信仰があるようであって、親鸞の記録は全く間違ってないというふうに信じてないと、できないような議論がボロ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 出てきていて、非常に困ってるんですが、非常に困ってるんですが、あれは。なんでそんなに親鸞の記録を信じることができるのかと。古写マイン戦争に関連でくるのはこの辺ですよね。で、この正末の、忠末、広末、清末、で、近末と4代後が大体信長ぐらいになってきますよね。で、その息子の実末が、まあ、秋田氏の名前。要は、古写マインの放棄戦争っていうのが、大体応仁の乱の近くです。10年前です。でいいのかな？ですね、そこから始まる50年戦争ですね。うん、私はそれはなかったと思ってるんですけどね。まあ、と言われてる。うん。まあ、一応そういうことになってるってことで、前のお世話になってるという。あれも、どうなんかなと。いや、ね、異物がどうかって言ったら、また見直しになってるしね。うん、はい、ということです。この辺で、ウィキ読む限りは、いろんな説があって、こんな説もこんな説もこんな説もあると、あんまりわからない人がウィキ読んでも全然わかりませんね、ますます。基本的にははっきりわからないというのが、いや一番正しいのはわからない。わからない。同時代の資料ってほぼないですからね。ほんまに断片的な資料しかないんで、それをどうつなげていくのかというあたりからですからね。うん、あとはだから異物からどうつなげるか、うん。で、これがかなり有名な、本なんですね。義書と言われている。これですね。はい。渡辺大門先生が、こんなものはって書いてた。すごい嘘松ですね。荒はばきの神、嘘です。もちろん。これが荒はばきの神やったらやろ、こっち。昔からある本なんですか？いや、戦後になって発見されたとされてますね。一応ですよ。一応、自称、寛永年間に書かれた本なんだが、まあ、どう見ても近代以降信じてるのは古田学の古田武彦さんとその辺の関係者関係だけかな。いや、これね、難しい話なんですが、海保峰雄さんが賢いなと思ったのは、海保さんはまだ1983年の頃にはこれ実は全くの嘘まず思われてなかったんですよ。で、その時に中世蝦夷資料修正という本を出す時に、海保峰雄さんはこの津軽卒三宮書を採用しないとはっきり言わはったんですね。怪しすぎると。ただ、全くの嘘でもないだろうというふうに、もううまくこう逃げながら採用しなかったのは、さすがに海保さんを見る目があるなと、私、最近本を見直して、その映像資料修正を直してみて、ちょっと感動しました。邪馬台国で有名な人でしょ？そうです、そうです。あの人はどうなんですか？評価はどうなんですか、歴史学会では。そんな人いましたっけ？いや、というと怒られるかもしれない。親鸞とかの方ではどうなんでしょうね。ちゃんとした研究者で あれなんでしょうね。多分、邪馬台国のあれで私よく知らないんで、邪馬台国でどう評価されたか知らないし、親鸞どう評価されたか知らないけど、とりあえず、まあ、これに関する限りはそんな方もいらっしゃいましたねというか。ん？誰？古田健彦。古田さんね、海保さんじゃなくて、はい、うん、古田健彦さんは、まあ、そんな方もいらっしゃいましたかねぐらいでいいんかな。ああ、もう記憶の今、古装から今、うん、まあいいや、うん、はい、この津軽三軍氏にはこういうことが書いてあるんですね。そうですね、神武統制追放された長常彦と阿比彦の津軽行きで、荒幅貴族の王になって、その子孫が安藤氏になると。で、1342年の津波で土佐湊が壊滅して、南部市に攻められて北海道に退避すると。で、寛政年間に秋田高末という安藤氏の子孫と、和田長三郎という人によって著述されたとされてるんですけども、この和田長三郎というのが、この津軽外川三軍氏を持っていたという和田さんという人の、まあ、祖先だそうです。実際にしかし、この秋田高末という人間もいないし、で、古田さんは、なんか寛政年間の原本が発見されるはずやというふうに言って、それが出たら全てが決まるって言ったんですけども、現在、ルフしてる津軽卒三軍氏のにつながるようなものは結局出てこなかった。すいません、ここでは確認ですが、はい、和田って名乗ってる人は、三浦和田の一族ですかと意識してるんですか？どうでしたかね、あれ。確かそんな聞いたことあるような。
気もしますけど、あの、あ、秋田、山形、秋田の日本海、あと青森の日本海側には三浦和田の子孫という人がいっぱいいるんですね。でしょうね。うん、この和田長三郎さん、どういう方か、なんか和田さんってどういう方か、ちょっとあのなんか出てきたような気もする。あんまりなんか真面目にやってなかったんで、 あの実はこういう本がございましてね、志浦村資料編、うん、津軽総三郎氏、志浦村氏がやっちゃったという。 いいじゃないですか、それはそれで大切な資料だと思う。結局今だったらある意味大切な資料になっちゃったんですが、うん、残してもらわなきゃ困りますんで、思想史としてね。思想としてね、うん。おもろいのはね、あの、この津軽総三郎氏もそうだし、南部太平記もそうなんですけども、両方とも南部氏も安藤氏も南朝型だって言ってるんで、南朝が素晴らしいであすの、多分幕末から明治にかけてなんで、うん、寛政年間には絶対にないよな、これという。寛政年間にはないよな、これ。いや、あの、まあ、それでだから、まあ、三浦和田の一族はどういう立ち位置になったかを見た方がいいかもしれないけど、ないですね、まずね。うん。ここに行っちゃうと、あんまりなんか、真面目に行く気もしないんで、うん、どういうふうに扱ったらいいのか、ようわからんしろですね。うん。つうか、まあ、扱う、まあ、扱うとか、もう、あの、これは、ある意味、あの、近代の義士の、流れで、あの、うん、こういったあのものが出てくる背景という現代史の資料じゃないかもしれません。だから思想史です。うん、思想史、現代思想史。うん、でこの本、一時は受けたんでしょ？受けましたね。うん、で、今でも函館志士の、ね、タイトル見ると、これが引用されてるんですよ。そうなんだ。そうなんですよ。しかも注釈なく。うん、なんかの記憶かもしれないし、これはもうあの民族学的資料として、使うべき。ところがその資料は困ったことに、あの御花園天皇の宣明が出されてるとか言って、あのどう見ても宣明ちゃうし、どう見てもあの臨時でもないし、これ何の資料なんだというようなデタラメな資料が載ってて、もうめちゃくちゃですね、あれは。めちゃくちゃですね。それを何の注釈もなくの、いやこれあのもうこれ津軽総三郎氏なんだから、あのちょっとあの今のサイト、まあその頃の函館志士にそれが載ってるのはしゃあないとして、75年、ただあのサイトはちょっと一言注釈あってもええんちゃうかなと思ってます。多分あれ書かはったんは、名前を忘れした、あのその頃あのもう孤児になった函館志士の中心になった人だと思うんですけども、同じ時に函館志士を書いてあった江森先生にしてみればものすごく迷惑な人だから、まあその後佐々木さんもいるしね、うん、佐々木刑事さんとか迷惑な話でもある。いいじゃん、ネタとしていいんですよ。津軽三郡氏で、これ三郡というのは弘前のあたりのことをあたりを指すんですか？津軽の外三郡となんか内三郡というのがあるんだから、そうそう、ここであるんです。津軽六郡というのがあって、外三郡というのはあの津軽の外の方三郡ということですね。そこのことを書いてある本なんですね。そうですね。だからよくあれだけ書いたね。うん、書いたのはすごいな。で、古田武彦さんとかの議論では何も知らないその和田さんがそんな文章を書けるわけがないですけども、あの偽証派からするとそれは和田さん の, あの知的レベルを低く見すぎであって、あの勉強した素人だったらそれぐらいの力はありますよと。よく勉強した、うん、だから歴史部門じゃなくて、あのもあ百田さん部門でやったらつい土佐港と買います。これはどうですか？これも、うん、あの発掘の調査では1340年に津波らしいものはないし、そもそも土佐港を壊滅したのは14世紀半ば頃の火事です。これはあの現実の発掘調査を見ると、15世紀前半期の、まあ、かなりこれあの陶磁器とかで結構細かく分かるらしいんで、14期前半のでそこに火災跡があるんですよね。うん、だからこの火災によってあの壊滅していることは分かる。でその後の復興と、それからほどなく15世紀の、まあこれもまた次のあの、ところでご説明しますが、まあ15世紀の半ば頃には一旦無事になってみたいです。ですね。この津軽総三郎氏の話はまあこれぐらいでいいかなと。はい。